アルブレヒトリッター・メルツフォン・クイルンハイムは、第二次世界大戦中のナチスドイツの軍人。最終階級は大佐。ドイツ語では、クビルンハイムとも読む。ヒトラー暗殺計画に参加したが、失敗し処刑された。ミュンヘン出身。父親は、バイエルン王国陸軍参謀隊員のヘルマン・メルツフォン・クイルンハイム。1919 19年。 父の国立公文書館総裁就任に伴い、ポツダムに移住する。この当時すでに、ヒトラー暗殺計画で協力関係となる、ベルナー・フォン・ヘフテンと知り合った。ギムナジウムを卒業し、アビトゥア合格後の1923年に、バイマル共和国軍に入隊し、士官候補生となる。1925年にクラウス・フォン・シュタウフェンベルクと友人になる。 1928年に少位に任官し、1931年に中位に昇進。クイルンハイムとシュタウフェンベルク当初は、ナチ党の権力掌握を歓迎していたが、次第にその反対者になっていった。1935年大位に昇進。第二次世界大戦中の1940年に昇佐1942年に中佐に昇進。戦争当初は、 参謀本部組織部参謀を務めていたが、1941年にドイツ軍占領地住民の人道的取り扱いを要求して、東方占領地層、アルフレート・ローゼンベルクやウクライナ総督、エイリヒコッホと衝突した。1942年、義兄弟のビルヘルム・ディークマンを通じて、ハン・ヒトラー運動に参加する。11月、東部戦線へ転属して、 第24軍団参謀長となり、1943年大佐に昇進し、ヒルデバイヤーと結婚する。1943年9月以降、クイルンハイムは本格的にヒトラー暗殺計画に関与するようになる。国内予備軍に配属されたクイルンハイムは、シュタウフェンベルク、フリードリヒ・オルブリヒトともに、バルキューレ作戦をクーデターに利用するために、 作戦内容の修正を行った。1944年7月15日、シュタウフェンベルクは東プロイセンの総統大本営ボルフシャンセでヒトラー暗殺のために作戦会議室へ向かうが当日の会議にはハインリヒヒムラーが出席していなかったため、シュタウフェンベルクはベルリンのクイルンハイムに連絡を取った。クイルンハイムは クーデターのリーダーであるルートビヒベックやエーリヒヘプナーに判断を求めたが、ヒムラーの排除も考えていた二人は計画の中止を指示した。クイルンハイムとシュタウフェンベルクは、機会を逃すことを危惧し、計画の実行を決意するが、会議室に戻った時にはすでに会議は終了して、しまっていた。ベルリンにあるクイルンハイムらの記念碑5日後の7月20日に、シュタウフェンベルクは、 ヒトラー暗殺を決行するが暗殺成功の連絡が届かず静止の情報が錯綜したベルリンではオルブリヒトがバルキューレ作戦の発動を躊躇していた。これに対しクイルンハイムは独断でバルキューレ作戦発動のテレタイプ発信を命令する。これを受けてパリでは予定通りに新衛隊幹部が拘束されたがヒトラー暗殺は失敗しクイルンハイムは シュタウフェンベルク、オレブリヒト、ヘフテンと共に、国内予備軍司令官、フリードリヒフロムに逮捕され、7月21日の午前0時過ぎに、ベルリンの国内予備軍司令部の中庭で銃殺された。仮埋葬されていた遺体は、ヒムラーの命令により掘り返され、焼却され、遺界は撒かれた。両親と姉妹も逮捕された上、義兄弟のディークマンは9月に、ゲシタポにより射殺された。 ありがとうございます。